んにちは、サラです。今回はですね、ついに来ましたロム&の新作リップティントを全色レビューしていきたいと思います。で、今回ロム&様から一足お先にね、いただきました。はい、一応ね、箱はこんな感じになってます。白のシンプル箱、ちょっとクランスっぽくない箱が。はい、今回ね、紹介するのがこちらの新作ロム&デューイフルウォーターティント全8色になっております。で、一応公式情報によると 1,2,3,4 がイエベ向け、 5,6,7,8 がブルベ向けのカラーラインナップになってるそうです。で、今回パッケージが四角くなりまして、めちゃめちゃ可愛い。一本だけ見せるとこんな感じ、外側がクリアになってます。で、今までのものとサイズを比較すると、はい、これがあの一番ね、馴染みのあるロム&のジューシーラスティングティント、これ06フィグフィグ、ジューシーラスティングティントがちょっと角張ったぐらいのサイズ感なので、あんまりサイズ感は変わんないですね。こんな感じ、伝わるかな。テクスチャーと匂いの変化なんですけど、これがジューシーラスティングティントですね。匂いはちょっと甘いフルーツ的な匂いなんですけど、こんな感じ、ちょっとこってりめなしっかり発色です。ジューシーラスティングティントの次に出たやつ、グラスティングウォーターティントですね。これの匂いがちょっと金木犀みたいな香りで、これオミジャレッドっていうカラーなんですけど、ちょっとウォーター感強くなって、でも仕上がりはツヤツヤ、油の膜が張ってるような感じ。そして最新のデューイフルウォーターティントがこれ一番です。本当にウォーターティントの名前の通り、かなりみずみずしい仕上がり、つけ心地で、香りは一番控えめかも、シリーズの中で。オレンジミックスジュースみたいな、ほんのりな香りがします。全色塗ってみるとこんな感じです。ちなみにこの下に塗ってるのがジューシーラスティングティントの7番ジュジュブです。このジュジュブが好きな方は多分デューイフルティントの3番とか好きなんじゃないかな。はい、で、これがジューシーラスティングティントの6番ジュブジュブじゃないなんだっけ、フィグフィグねこのさ、6番と7番が混ざるんですよね、フィグフィグ、これフィグフィグ好きな人は多分6番とか好きかな。で、これがグラスティングウォーターティントの、オミジャレッド。はい、それではティッシュオフするとどうなるのか見ていきたいと思います。はい、1回目のティッシュオフがこんな感じです。ちゃんとティッシュオフしても蛍光色にならない色残りです。はい、そして2回目のティッシュオフ、やっぱりティッシュオフしてもしっかり色残りするのはこのジューシーラスティングティントとグラスティングウォーターティントですね。そしたらちょっと軽くこすっていきます。はい、しっかりこするとこんな感じ。色持ちを求めるんだったらやっぱりこのグラスティングウォーターティント。じゃあ次クレンジングでこすっていきます。はい、こんな感じです。一番色残りいいのは7番8番かな、7番8番とグラスティングウォーターティント。でもまあ大体一緒ですね、色残りとか持ちに関しては。ほんと仕上がりの違いって思っていいと思います。で、あとね、チップの形も変わりまして、これがジューシーラスティングティントで、これが
グラスティングウォーターティントで、こちらがデューイフルウォーターティント、一番新しいものです。で、デューイフルウォーターティントはチップが平たくなりました。こんな感じで、個人的にこの形が一番塗りやすい。はい、そしたら一色ずつ唇に塗っていきたいと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ちょっとね、何回も重ねて塗ってるので、後半につれて色が濃く見えてるかも。コンシーラーで一応消したんですけど、で、この最後今8番なんですけど、これが手に塗った状態で、これが7回ティントを塗った上に重ねた8番、ちょっと何回も重ねてるから青みが強く出てます。実際はもうちょっとこのぐらいのくすみ具合です。なので、あの、唇に塗った全色スウォッチは一応雰囲気として見ていただいて、多分腕に塗った全色レビューの方が実際の色は想像しやすいと思います。あとね、この2番と4番がめちゃ似てます。イエベリップが欲しい人は多分この2番と4番でどっちにしようかなって悩む人が多いと思うので、腕に広めに塗ってみました。こっちが2番でこっちが4番です。2番の方が若干色控えめ、発色控えめってぐらいなんですけど、色味の傾向としてはかなり方向性は一緒ですね。濃さの違いかな。はい、で、個人的に好きなカラーなんですけど、まずこの3番とこれが3番、あと6番ですね。これお気に入りカラー。はい、ということでいかがでしたでしょうか。あの、ぜひね、今回の全色レビューを参考にしてチェックしてみてください。ということで、チャンネル登録と Twitter とインスタとオリジナルコスメブランドミラジムもぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。